しいですね。うん、そうですよね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには塩見が入っています。外低めに変化球が決まります。変化球打った、ショートの左、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。うん、ここはつなげておきたかったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には6番の雄平が入っています。初球ボール、高めに来た変化球ですが空振りです。このカウントは狙うゾーンを少し低め打った、セカンドが抑えた、一塁送球、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。最低限ランナーは進めましたね。さあ、このチャンスでバッターボックスには7番のエスコバー入っています。2球目は何で来るか。外へのスライダー、ここは見極めています。これが3球目、センターへ、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、スワローズ先に点を取りました。1対0、主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあ、さすがというところですよね。ここで先制点が入りました。バッターボックス中村、スワローズこの回タイムリーで先制に成功、攻撃は続いています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、まあ見事なバッティングだったと思いますね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。これが2球目、インコースボール、アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライク。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回スワローズついに均衡を破りました。5回終わって1対0、スワローズ先制です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。4回の表、このピンチの場面、ここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。5回の表ピンチの場面だったんですが、しかし内野ゴロに仕留めます。なかなかゲームが動きません。裏の攻撃、一打先制のチャンス、7番エスコバー、センターへ運ぶタイムリー、スワローズ先制します。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックス高橋、前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは気をつけないと。初球打ち、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ここは初球を狙われた形になりました。
バッターボックスは3番福田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい打ちました。ショート取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。打順は4番ビシエド。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよ、ね、インコース破りました。センター前ビシエド。これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。打順は5番阿部。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ。高梨一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0。スワローズが1点差を守っています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。先発の高梨がバッターボックスに入ります。ピッチャーでも打席に立つ以上は打ってやろうという気持ちでバットを出していってほしいですよね。そうですね。1球目は空振りです。次が2球目。インサイド。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。大島抑えてワンアウト。打順はトップに帰って坂口。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ショートうまくさばいてアウト。ツーアウト。打順は2番山田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回のスワローズ打線ですがたった3球で2アウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい。外のスライダーあっという間に2ストライクです。この高めは外れます。次が4球目。インサイド落ちました。センターに抜けました。山田ヒットが出ました。ツーアウトランナー1塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。さあ2アウトながら1塁には追加点となるランナー。バッターは青木。そして1塁ランナーは俊足の山田。まあ彼が塁上にいる時の効果は絶大ですからね。本当にそうですよね。ここは盗塁するなら。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足速いですからね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり走塁。あっと取れない。ボールを拾ってツーアウトランナー三塁です。変化球打っていった。ワンバウンドヒットになりました。
サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。スワローズ追加点、2対0になりました。さらにチャンスは続きます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。ここでリードを広げておきたいですね。まあ次は勝負強いバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。このチャンスに期待がかかる村上がバッターボックスです。初球ストライク。もう一球アウトローへ。これも見送りました。難しい球はストライクになります。うちのボール打っていった。バックホームする。センター前ヒット。これでマルチヒット。さあそしてバッターボックスには塩見が入ります。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。高めに大きく外れています。さあ3球目は何か。左に切れてファウル。これは見送ってボール。5球目は何で来るか。この球は外れました。これでフルカウント。6球目は何で来るか。1、2塁間うまくさばいて1塁アウト。これで3アウト。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。6回終わって2対0ヤクルトスワローズのリード広がっています。7回の表追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスには6番平田。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。スワローズリードで迎える7回です。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ショートうまくさばいてアウト。ワンアウト。7番バッター強打。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。高梨、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目。いいストレートですよね。はい、低めストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。決め。引っ張った。ライトバックバックバックする。ライン際破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には加藤が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まず最初のボールを決めていきました。
ここはバントを警戒する守備体制です。二塁タッチもセーフ。外へのスライダー、ここは見極めています。あーよく見ましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。4球目は何で来るか。内へ、これは決まった。ツーストライクと追い込んでいます。ファウルボールです。二塁牽制、タッチもセーフ。ストレート打った、セカンドの右取った、一塁へ、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。バッターボックスには代打の遠藤。